はい、ではお次のニュースいきたいと思います。お次のニュースはこちら。ホロライブ ID で文化祭企画火花が開催されました。これね、おとといと昨日で2日間開催されてたんですけど、ホロライブ ID のメンバー9人でね、リレー的な感じで、なんかね、日本の文化をね、取り入れた、放送をしたりとかしてましたね。うんうん。なんかね、コボちゃんとか、すごいたどたどしい包丁さばきで、サーモンをさばいてましたね。すごいハラハラしちゃいました。サーモンの柵は、そこそうやって切り方ちょっと変じゃないかなみたいな感じだったんですけど、まあまあまあ美味しく食べれたならよし。うん。まあみんななんかいろんなことやってましたね。なんかお弁当を食べたりとか、なんかコスプレの写真を見たりとか、俳句合戦したりとか。なんか皆さん気になる方はぜひぜひ見に行ってみてください。はい、ではお次。